めちゃくちゃ似合います。かわいいで、もうました。乗ってきましたが、次はどこでしょう。マッサージ。マッサージ、大好きのマッサージ。はい、ここ OK 吗？ OK。 痛い痛い。
の気持ち、何の気持ち、こっち行けよ、痛いですね。とかプリンターの隣置いてて、あなんかしないね、なんか怖いなこと起こさないとか、そういう意味なんだ。だここにメッセージをちょっと添えるみたいな。そうそうそう、メッセージと人の名前とか。めっちゃなんかいいね。これはこれ絶対美味しいやん。うん、めっちゃ美味しい。いただきます。じゃ、匂い。また全然違うね。全然違う。うん、これはコーラ？枝豆。枝豆？ああ、そうだ、豆っぽい匂いだね、確かに。日本にも似てるのがある。喜ぶ。そうそうそう、これも止まんないね。うん、これもまた止まんないわ。なんで香ばしい。テレビ見ながら止まんない。名前なんだっけ。クルコっていう。クルコ、クルコ、クルコ。じゃあ次、じゃん、次甘いのかな、これ。甘い、甘い、ね、うん、甘い系。なんかでもよくある、なんかこうロール、そうそうそう、してる短いね、ビスケットみたいに。これ実際に冷蔵庫入れたのがいいんですけど、冷蔵庫。ああそうだね。でも見てたね。うん、一回開けまーす。コーヒー飲んで食べてみてください。コーヒーの味が一番おすすめ。コーヒー、うん、定番。あ、もうね、開けた瞬間、コーヒーの香りがする。めちゃくちゃ好き。これなんかいいね、小分けになってて、みんなで食べる、小分けというか。そうそうそう、小分けがぎっしり。
そうなんですよ。どうぞ。もうね、コーヒークリームの匂いがすごい。はい、いただきます。もういただいてる。うん、なんか中のクリームはふわふわ。あ、これもいいね、美味しいね。コーヒー味っていうのがまた甘すぎずいい。コーヒーと一緒に、お茶と一緒にホットの、うん、食べたら本当に幸せ。マジ幸せ。うん、なんか懐かしい味これ。はい、うん、名前は全身酥。全身酥、うん、じゃあ次カップ麺いきます。ニューロー麺、牛肉麺とこちらのルーロー飯の麺バージョンです。で、中身はこんな感じ。私結構日本人の友達に紹介したらこのカップ麺、うん、みんなびっくりしたのは結構大量の牛肉が入ってて、これ全部牛肉なんだ。やばー、もう大きいの、しっかり食べれる、なんか肉の味が。麺はこんな感じ、ちょっと太め、うん、くるくる。どうした麺。この麺はさっきより細い、細め、うんうんうん、結構細めです。こんな感じ。もう早く食べたい。おお、おお、うわー、なんかすごい、すごいね。やばくない？うん。肉が寿司も入ってる。贅沢。高いの肉なんだよ。じゃあいただきます。私もいただこう。これ絶対晩ご飯。うん。うん。美味しいでしょ。なんて言うんだろう、台湾料理独特の、うん、あー優しいのに美味しい。全然絶対日本人が好きの辛さ。あれ、これ私一番好き、うん、これは温めたい。本当に日本の大丈夫？いや、温めたいとか美味しすぎで。なんだろう、びっくりした急に。温めたい。日本人の、あ、日本のカップラーメンではない味だから超贅沢。絶対好き。お肉じゃいただく。うん。うん。カップ麺？カップ麺だよ。ノットカップ麺。スーパー、うん、普通にスーパーで買ってた新鮮の牛肉で煮てるくらい、うん、そう、すごい、もうすごいの会社。台湾すごい。すごい、カップ麺すごい。スーパー煮てよかった。よかった、すごいね。こんな美味しいものがあるんだね。なんか日本でも食べられたらいいね。そうね、でもこれはさ、うん、日本に帰ったらさ、うん、美味しかったよってさ、みんなに言ってさ、うん、みんなにも食べてもらえるように ね、できたらいいね。もう本当にみんなそんなこう台湾に来るとか、うん、なかなかないかな。そうだよね、機会があったので食べてください。さい、じゃあください、食べましょう。